トマス・レイク・ハリス、トマス・レイク・ハリス、トーマス・レイク・ハリス、1823年5月15日から1906年3月23日は、アメリカ合衆国の新ピッシュ者、詩人、宗教家、性愛哲学の布教者でもある、信者とコロニー生活を送り、幕末には、薩摩藩からの留学生らも参加した。1823年5月15日に、 イギリスのバッキンガムシャー州、フェニーストラットフォードで厳格なピューリタンの家庭に生まれた。非常に貧しく、5歳の時に両親と共にアメリカのユーティカに移住した。幼少期に母を亡くし、9歳から家計を助けた。21歳でユニバーサリストチャーチの説教師となったが、その時スウェーデンボリの思想に傾倒したと言われる。デイビスという名の高齢術師と交流を持った後、 1850年頃、ニューヨークで独自の説教活動を開始し、トランス状態で一連の神秘的施策を行って多くの信奉者を集めた。1859年頃に、ニューヨーク州、ダッチェス軍は政府に宗教共同体、新政教大会、ザ・ブラザー・フ t ド・オブ・ザ・ニュー・ライフを創立、その預言者的存在となった。1867年に数十人の信者を連れて、 シャトークアブンブロックトンに転居し、信者たちと共同生活を送り、農業などで自給自足の生活をしていた。この頃、薩摩藩留学生十一人が加わり、一年ほどコロニー生活を送った。最盛期には、信者はイギリスとアメリカに二千人ほどいたとされる。ハリスの思想は、スウェーデンボリの思想の独自解釈に、ヒンドゥー教神秘思想が加わったものと言われる。 ハリスは正当なキリスト教信仰を非難し、厳しい修練と共同生活を通して、神の国を目指す熱烈な信仰者であった。厳しい肉体労働とハリスを父と仰ぐ共同体の生活と秩序を通して、根本から自己を作り変え、再生するという考えのもと、長時間の濃厚、無視、質素などが実践された。家族であっても同居は許されず、 他のメンバーとの会話を禁止されるものもあり、ハリスの指示に従うことが絶対とされた。1875年にサンタローザへ移り、コロニー、ファウンテングローブを作る。テントでのキャンプ生活をしながら、購入した1200エーカーの土地を開墾し、ブドウ園とワイン醸造所を作った。タバーン、居酒屋も作り、喫煙も推奨し、避難する禁酒運動家に対しては、 ハリスの作るワインは聖なる域で浄化されているので悪影響はないと主張した。薩摩藩留学生を教団に勧誘した信者のローレンス・オリファントは1881年頃、教団を離れ、ハリスに金を奪われたと提訴し、大金を取り戻した。1891年には、不道徳な性的協議を行っているとして、ハリスの教団を批判するキャンペーンが始まった。 1892年にハリスはファウンテングローブを長沢カナエラシントに任せ、自らは秘書と結婚してニューヨーク市に移り住み、1895年に引退した。薩摩藩留学生とハリスとの出会いは、初代中日英国領事ラザフォード・オールコックの秘書官として、日本滞在経験のある英国会議員ローレンス・オリファントが取り持った。 英国の政治に絶望し、ハリスの徳、新世界に傾倒していたオリファントは、議員職を投げ打ち、母親と共に、ハリスのコロニーに参加することを決めており、イギリスに滞在中だった薩摩藩留学生を、新世界建設の仲間にするべく勧誘し、1866年に、サメ島名を信と、吉田清成をアメリカに連れて行き、ハリスと面会させた。オリファントは、 質素な生活と激しい労働が課せられるハリスの新世界建設に勤勉で若い日本人留学生たちが役に立つと考えていた。この時の様子を後に薩摩藩留学生から聞いたイギリスの政治家ジョン・ブライトは彼らがハリスから受けた不思議な体験を日記に書き残している。1867年5月12日。 オリファントの紹介で五人の薩摩藩留学生と会食をしたブライトは留学生たちをイギリス人より小柄だが体つきは頑丈で非常に頭がいいと評価した上でそのうちの二人がハリスとの面会時の様子を友人らと部屋でハリスの説教を聞いた際非常に感動し中には泣き出す者までいたハリスがみんなの間に座ってそれぞれの手を握ると 一人が右腕に震えを感じ、何週間もその影響が続いた。ハリスと別れてカナダを訪問している時も、ハリスのことや彼が話したことでズ蓋イパイだったと語ったと記し、ハリスのことを彼らの無知と暗闇から救ってくれる救世主のように思っているようだと書いている。また、かつて天皇のご霊に祈りを捧げていた留学生たちも、今やゴッと、キリスト教の神に祈り、 聖書を読み、キリストを身近に感じており、日本に帰ったら、迫害されるのではないかと拾ると、迫害されるとは思わないが、信仰とキリストのためなら、死の覚悟もできていると答えたと記している。ハリスが教える呼吸法により神が胸を満たし、心臓を震わせ、神の存在を全身で感じることができたという、留学生たちに、内なる光について、 精霊と人間の魂の交流についてお話し、この若き紳士たちは、マナーや振る舞い、考え方においても紳士であり、英国のいかなる社会でもやっていけるだろう。ハリスは、日本人は非常に感受性が強く、需要性のある民族なので、新しい宗教も難な,なく受け入れるだろうと考えているようだと述べる一方、彼らが経験したという変化が、 どういうものかはよく理解できなかったとも書いている。1867年7月、薩摩藩第一次英国留学生のうち、森有則、鮫島直信、長沢かなえ、吉田清成、畠山吉成、松村敦志蔵の6名がロンドンを出発、ハリスが主催するコロニーのある、ニューヨーク州へ向かった。さらに、新たに渡米してきた薩摩藩の谷原平英門、 道行野村和助、公文、二れ影のり、江夏祖介、ゆち城記の5名が合流し、薩摩藩士総勢11名による共同生活が始まったが、森、鮫島、長沢、野村以外の者はほどなくハリスの元を去った。森、鮫島は、ハリスのコロニーで1年近く生活し、ハリスから多大な感化を受け、1868年夏、 日本国家の再生を命ぜられ帰国したが、長沢、野村はコロニーに残った。11人の日本人留学生がハリスのコロニーで暮らしたのは、1867年の後半から数ヶ月間で、翌1868年の春から離脱者が続き、夏頃にはほとんどがハリスの元を去った。脱退の原因は、ハリスの信仰と協議に対する、 学生たちの疑念にあったとされ、多くが教団と決別しているが、森とハリスの付き合いは、森が帰国してからも続いた。森有りりに認められ、キリスト教を学ぶ、留学生として、1871年1月23日、明治3年12月3日に、米国に渡った仙台藩士、荒井大水は、米国マサチューセッツ州ボストン郊外の村落において、 労働と瞑想のを送り、数名の同志と共に田畑を耕し、労働と祈りの生活を実践していたハリスに指示し、その道を学んだ。1875年、明治8年2月、教団の移転のため、ハリスや長沢らと共にカリフォルニア州サンタローザへ移動。以来、約25年間、この地にあって、労働と瞑想の日々を過ごし、1899年、 明治三十二年英語の辞書、内観記登録一冊を携えて帰国した。コロニーに残った長沢は、教団の収入源である、武道農園の経営を続け、生涯米国に残留して、サンタローザで暮らし、ワイン業で成功して、カリフォルニアの武道王と称えられるまでになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。